学研キッズネットは、学研プラスが運営する、主に子どもを対象として、様々な情報や、フォーラムや、チャットなどの交流場を提供するウェブサイト。また、保護者や教員向けの情報コンテンツもある。略称はキズネ。1996年、学習研究者により開設された。2009年3月をもって、キズネクラブは廃止され、その後は、キズネゴクラブという、 新たなコミュニティサイトへ移行。同年10月に学研の組織改編が行われたことにより、学研教育出版の運営となった。2015年10月の3社合併に伴い、現在は学研プラスが運営している。本校では2009年3月までのコミュニティサイトに関する解説を中心に記述する。一定年齢以下を対象としたチャットやフォーラムがあり。 いろいろな会話がなされている。他にもゲーム、学習、教育などのコンテンツやプレゼントコーナーがある。2008年12月時点では月650万の PV があり、うちトップページは月15万 PV である。ユーザー属性は会員数4万人、性別では男性40%、女性60%、地域別では関東32%、 関西19%、中部、東海16%、その他33%、学年別では、小学1から3年10%、小学4から6年45%、中学1から3年40%、その他5%である。学研キッズネットは、1999年4月、学習研究者により作成された。当時は、チャット、 フォーラムともに CGI を用いたものであったが、後にチャットについては CGI を用いたものから Java アプレットを用いたものに変更された。2004年8月2日、学研キッズネットは大幅にリニューアルされた。チャットとフォーラムの参加型コンテンツは、キズネクラブの管轄となり、その他にもチャットの Java アプレットを用いたものから CGI を用いたものへの変更。 コーラムの改良も行われた。それまで一つだけだったチャットは、初心者向けの、はじめまして、チャットと、常連向けの、ワイワイチャットの二つになった。なお、この変更にあたっては当初は管理者側はチャットを四つにする予定だったが、それを管理者がチャットに手伝えたところ、利用者から多すぎるとの声が出たため、二つに減らされたという経緯がある。 このキズネクラブも2009年3月をもって閉鎖され、同年4月より、後継のキズネゴクラブが誕生した。キズネゴクラブは2009年4月より開始された、キズネクラブの後継にあたるサイトである。キズネクラブとは全く別のコミュニティサイトという扱いとなり、キズネクラブの ID では、ログインはできない。キズネクラブの ユーザーにより投稿されたデータも受け継がれず削除され、全く新しいものとなる。キズネクラブは、キッズネットのコンテンツのうち、チャットとフォーラムを置いている、サイト名で、利用者同士のコミュニティのためのサイトである。2004年8月2日、学研キッズネットの大幅リニューアルに伴い、キズネクラブという新サイトが設けられた。キズネという用語はそれまで、非公式の略語だったが、 よく使われるのでついに公式サイト名にも使用された形である。それまでのフォーラム内容は凍結された。2007年3月28日に同窓会フォーラムが設置された。ここに限って年齢上限がなく発言可能である。2007年7月26日にフォーラムのリニューアルが行われた。それまでのフォーラム内容は維持されたままである。 キズネクラブは2009年3月末日をもって閉鎖し、キズネ後クラブがその後継となる。閉鎖の理由に関してスタッフはサービスを展開するための発展的終了と曖昧な公表しかしていない。キズネクラブの閉鎖後、現存するチャットは利用できなくなり、フォーラムへの投稿、または閲覧はできなくなる。学研キッズネットは会員制であり、登録は無料である。 会員になると、キズネクラブニュースというメールマガジンが不定期に配信される。会員には、ジェイミ千12,345のような会員番号が付与され、会員になった時期によって、会員番号の数字や頭部のアルファベットが異なり、それを見ることによって、どの時期の参加者かがある程度推測できる。現在の j m イの前は、CJV、PDV などの記号が付与されており、 それは、子さんのユーザーである証ともなっているや CCK も、稀にある。スタッフからの発表はないが、2006年時点で、会員番号が J25 万を超えているため、登録会員数は5万人を超えていると憶測される。会員申し込みをすると ID とパスワードを書いた、書類が自宅まで郵送されてくるという形式をとっており、インターネット上で申し込んですぐ使えるようになる、わけではない。 その分、架空名義での登録がしにくくなっている。フォーラムやチャットで発言が可能な会員は、一定年齢以下のみであり、一定年齢以上の人の場合は閲覧のみ、可能である。年齢制限については、絆の公式表記においても、18歳未満と19歳未満の二通りがあるが、実際は十九歳未満という形で運用されている。年齢制限に達し、サーバーで、 書き込みができないように設定された会員をサポーター会員という。なお、年齢制限は誕生日が来るとすぐに機能するわけではなく、ある時期にまとめて書き込み不可に変更される。そのため19歳以上でもしばらく書き込めているケースもある。二千五年までは年齢制限は会員の自主的な行動に任されていたが、現在では毎年三月末にサーバー上で 自動的にサポーター会員に移行となる。会員以外にも稀にフォーラムマスターやアドバイス担当の手図など他数名のスタッフが話題に参加することもあり、一部ではふとした語気から兄ようにというキャラクターが生まれ、その語気メールを送信したスタッフは自らのハンドルネームを兄ようにとするなど個性的なキャラクターとして人気を呼んでいる。 キッズネットの会員は会話時には固定されたニックネームを使用する。通常の掲示板のように発言のたびに名前を変えることは不可能である。ただし変更申請は可能であるためよく変更するユーザーもいる。変更にあたっては最低3ヶ月の間隔が必要であり、むやみに変更することはできない。ニックネームを変更しても会員番号はそのままであるため、 誰と過去の誰が同一人物であるかは気づかれる場合もある。2004年の半ば頃までは、フォーラムについては非会員の閲覧が不可能であったが、チャットについては誰でも閲覧可能であった。しかし、6月に発生した佐世保小6条児同級生、殺害事件の影響もあって、チャットも非会員の閲覧が不可能となった。サイバーキッズ共和国と違い、利用時間帯に制限はない。 しかし夜2時から朝6時はほとんど書き込みがない。また朝8時から午後3時頃までも多くの会員が学校に行っている時間帯であるためやや換算としているが会話がないわけではない。初期は CGI チャットで今とは違いニックネームを入室時に変更できるようになっていた。その後ニックネームはあらかじめ登録されたものを使用するように変更された。また この頃にはすでに発言ランキングがあった。後に Java p プレットを使用したチャットに変更。同時に発言ランキングが廃止。Java p プレットを使用したチャットにしたことにより、伝言版、連続発言が可能になったが、そのため嵐が急増。伝言版はセキュリティ上の問題により後に廃止。他、マッキントッシュなどの Windows 以外の OS での動作確認が取れなかったため、 JavaChat 廃止。JavaChat では文字をクリップボードに取り込めないため URL が紹介されても行くには手で打たなければならなかった。また Windows でも場合によっては Java 機能のインストール具合に問題があったりして使えない場合もあった。また入出時の ID とパスワードを記憶する機能がないため毎回手入力をせざるを得なかった。そして CGI チャットに戻る。発言ランキングも復活。CGI チャットになり、マッキントッシュでチャットを使用できるようになり、発言後一定時間次の発言ができなくなった。初心者用、交流用の2つのチャットが用意されている。現在は CGI 技術を用いたチャットである。ただ、古いバージョンのインターネットエクスプローラーでは使えない、などの問題がある。 Java 時代からそうであったが、各ユーザーが自由に名前や発言の色を指定できる。現行チャットでは文字の大きさも指定可能になり、また一旦退出しなくてもそれらを変更できるようになった。なお、Java チャット時代、一番薄いレモン色を指定する。ユーザーの発言はディスプレイによってはほとんど見えなかったりして、目がチカチカするという意見があったが、年月日から、 もう少し落ち着いた色セットに変更された。また、小さな顔アイコンを発言に併記することも可能である。これも、旧チャット時代からあったが、現行チャットになってからサイズが小さくなった。チャットには無視機能があり、参加者リストの特定人物をクリックすれば、その人物の発言が画面に表示されなくなる。会員であれば、入室しなくてもチャットを閲覧できる。また、恥。 チャトミ民チャの両方に入出することはできず、片方入出時にもう一方に入出すると、自動的に別な方が体質となる。なお、過去ログは数十行で消去されるため、どうしても保存したい発言は、手作業のスクリーンコピー機能やキャプチャソフトなどを使用して保存しなければならない。チャットでの会話中、個人的に話をしたくなった相手とは、 MSN やヤフーのメッセンジャーを利用しての会話に切り替えるケースも見られる。またスカイプの普及以降はスカイプの利用者も増えている。チャットよりも長く残る会話をする場所である。ここでの発言は一定期間発言のないスレッドからなくなっていく。その日数は各フォーラムによって10日から360日まで決められている。フォーラムでは画像を添付することも可能であり、特に オリジナル画像投稿フォーラムでは自作画像で溢れている。パスワード制であるため検索エンジンに内容が補足されることは一切ない。人気スレッドランキングが存在する。チャットの発言ランキングと違ってスコア付きである。一時期算定基準が変更された。フォーラムの話題別区分フォーラムには話題別にいくつかのものがあり、以下のような多彩なフォーラムがある。季節限定で、 夏休み自由研究難でも、フォーラムなどが設けられることもある。2007年7月26日に、フォーラムのリニューアルが行われた。以下、新設、廃止表記があるものは、同窓会フォーラム以外その時のものである。フォーラムのスタイル CGI のフォーラムから始まり、チャットが Java プレットに変わった時あたりにバージョンアップ。スレッドの方式が変わり、記事の観覧が容易になった。 はじめのフォーラムでは一つのスレッドにはテキストオンリーで表示されていた。下記はどのようなものだったかたを表す。が投稿しました。投稿内容、投稿内容、投稿内容、投稿内容。投稿内容、投稿内容、投稿内容。が返信しました。返信内容、返信内容、返信内容、返信内容。 変身内容、変身内容、変身内容、変身内容。変身内容、変身内容、変身内容、変身内容。が変身しました。変身内容、変身内容、変身内容、変身内容。変身内容、変身内容、変身内容、変身内容。変身内容、変身内容、変身内容、変身内容。 これは学研キッズネットのユーザーの記憶をもとにこのような漢字で書かれたものであり、当時もが投稿しました。と書かれていたかは不明。現在のスレッドは以下のように一つ一つの発言がセパレーターで分かれている。発言内容発言内容発言内容。発言内容発言内容。発言内容発言内容。 書き込んだ本人が発言を削除することも可能。昔はマッシュベースというコミュニティサイトが存在した。しかし、絆には年齢制限があるため、マッシュ時代を知っているユーザーはかなり少ない。以下のようなコンテンツがある。以下のようなコンテンツがある。以下のような教員や保護者向けのコンテンツがある。学研ウェブ媒体資料スタッフ発言。ありがとうございます。